ずん限りで現役を引退した MF 水野浩喜氏について同クラブの GM 兼強化部長に就任することを発表したすでに2024明治安田 J3 リーグは全日程が終了しており岩手は5勝7分26敗の成績で勝ち点22位の獲得にとどまり最下位の20位でシーズンを終えた第26回日本フットボールリーグ JFL を優勝した栃木シティが J リーグ入会要件を満たし、たことにより2024名時安田 J3 リーグを最下位で終えたチームは J3 会員資格を自動喪失することが決定。つまり、岩手は JFL への自動降格が決定していた。無念の J3 降格が決まった岩手は25日。 同クラブの運営法人である株式会社、岩手アスリートクラブが発行する株式の33.4%が、ノバホールディングス株式会社に譲渡されることを発表。同時に、同クラブの役員体制変更も発表しており、代表取締役社長兼オーナーの秋田豊氏が退任し、ノバホールディングス株式会社の稲吉正樹代表取締役が岩手の代表取締役オーナーに就任していた。 また、役員体制の変更だけでなく、教科部の人事についても新たな決定がなされた。陣野拓也 GM 兼教科部長が退任し、代わって水野氏が同職につくこととなっている。今回の決定を受けて、水野氏は岩手を通して次のようにコメントを発表した。来期から岩手グルージャ盛岡の GM に就任することになりました水野幸樹です。 JFL に降格した悔しさを今度は違う立場からチームを立て直し支えたいと思います。プレイヤーの時と同じように情熱を注ぎながら昇格へ向けサポートしていきたいです。手と手をつなぎ皆様と共に成長して1年で昇格しましょう。よろしくお願いします。水野氏は1985年9月6日生まれの現在39歳。 2004年にジェフユナイテッド千葉でプロデビューを飾ると、2005年と2006年のリーグカップ連覇に貢献し、2007年には千葉時代の恩師である子イビチャオシム氏の指揮下で A 代表デビューも果たした。2008年にはセルティックへ完全移籍し、欧州でのプレーも経験。その後は柏レイソル、バンフォーレ甲府、ベガルタ仙台、サガントス、ロアッソ熊本、SC 相模原、 FC、現、関東サッカーリーグに在籍し、2023年に岩手へ完全移籍加入。2024年9月29日に同シーズン限りでの現役引退を発表。2024明治安田 J3 リーグでは9試合のピッチに立ち、スパイクを脱いでいた。